の歌い方っていうのは個々それぞれあると思うんで、それを逆に見たい、見せてほしいので、必ずしも今の仮歌のマナーを覚えようとせずに、あくまでメロディーを覚える。歌うときに、みんな素人の人はそうなんですけど、首に力が入ります。どうしてもこれできるだけ肩と首がリラックスしてください。裏声と地声の間、ミドルボイスと言います。これここに力が入ると絶対にうまく歌えないので、肩の力と首は楽にして難しいのは、腹式はなかなかできなくて、やっぱり胸で歌ってしまう。でもこれ多分始まったばかりなんで、終わる頃には多少は腹式で歌えるようになると思いますけども、はっきり言ってまだまだ、緊張しつつも、初日なんて仕方ないんですけども、でも頑張って声出そうというところで、意外と楽しくやってたと思います。みんなバラバラだよね。息が合ってないよね。これは歌も同じことです。こっち合わせようぜ。はい。皆さん、感じ取った人、まだいない。はい。今、この情勢で、外、絶対出るな派とか、過剰自粛とか、経済を回すべきだとか、いろんな意見がある中で、子どもたちというか、これからを担う若者が、これから自分の時代になるのに、まともに声も上げられない、声を上げても叩かれるだけっていうのをちょっと感じました。感じた。偉いね。はい。まさしく。ちょっと。どういうふうに歌うか、石井先生に歌ってもらおうか。おー、すいません。はい。はい、このキーって一番多分トップのキーがレだと思うんですよ。自分の声を知っている子たちは、もしかしたらちょっときついかもって思うかもしれないんですけど、そういう場合は、もう本当に普通に無理しないでファルセット使ってもらってもいいし、出るんであれば地声で普通に出してもらってもいいと思うんですけど、ひとまず自分が一番気持ちいい状態でこの歌の歌詞をストーリーを自分の中で考えて自分の立場に置き換えてみて実際歌ってほしいです。で、私が今なんで今回こっちを向いて歌うのかっていうと、私は私を自分でちゃんと見たいのね。鏡を通して自分自身を見てきたの。なので私の感じをちょっと真似てほしい。
もらえたでしょうか。とにかくオリジナルを出してください。自分自身がどう思うかすごく大事だから、私はみんながそれをできると信じているので、自分自身で例えばね、ちょっとこう自分の一人の時間ができたとしたら、もう本当にこう歌詞壁に貼って、歌を覚えるのもすごい大変だし、踊りを覚えるのもスーパー大変だと思うから、あの部屋になんかセロテープかなんかスタッフの人にもらって貼って、貼りながら前に誰か、鏡がなかったとしても前に誰かがいると思って歌うと、ダンスも覚えれるし、歌詞もあの抜群に早く覚えれると思います。なのでぜひこれを参考にやってみてください。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。じゃあ一回、じゃあみんなでこの A メロだけちょっと歌ってみましょう。さっきこう曲を一番最初詞を渡して曲を流した時に、じっくり聞く子もいれば、もう口ずさんで覚えようと必死で動く子もいるし、体が湧き出て動く子もいたので、だからやっぱそれ違うんですよ。だからもうそれって見ててワクワクするんですよね。とにかく自分で出し切れる自分のオリジナルのものをの歌い方をすれば、どんな歌い方であったとしても表現が全部それに伴ってくればもう OK なんですよ。なんかそこが見たい、なんか人間性だったりとか、なんかもしかしたら泣き出しちゃう子もいるかもしれないけど、でもそこがなんかこう成長させられるんですよね。私自身もそうですし、だからなんかすごく合宿のいいとこでもあるし、マイスターのオーディションやっててよかったなっていう風にきっと思ってくれるはずだし、応援してくれてる家族とか、あとはもう本当にね、ファンの皆さんのなんか期待に添えるようなすごい素晴らしいエンターテインメントをこの3日間できちんと作り上げて26日にお届けしたいと思っています。それで時間が来ましたので、ボーカルに変わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そう、前回ステージ上で踊って歌ってて初めてしたんですけど、その時に全然声が出なかったのは、あ、こういう息の使い方とか知らなかったから出なかったんだと思って、今日みっちり自分で練習したいと思います。実際に目の前で歌ってくれたことが嬉しかったです。なんか表現、自分ではできない表現の仕方をしていたので、あ、真似しようって思いました。おはようございます。今からね、ここに踊ったことがある人、踊りの経験を示したい人、はい、すいません、全然踊り自信ないです、全然やばいですっていう人、はい、どうもありがとう。まずそこから始まるね。正直でいい、正直でいい。ちなみに振り覚えを競う場所ではないので、それも気にしなくて大丈夫。みんなすごい合格したいからすごく緊張してると思うけど、踊りは本来楽しいもんなんだよ。だからそれを十分感じれば大丈夫。最初あんまり緊張しなくていいよ。もっとほぐして大丈夫で、ほぐすためにエクササイズとストレッチとリズムトレーニングをまずしていきます。踊りは奏でる歌で、そう思っといて。なので、今、まずね、歌詞を覚えてないと踊りが入りづらい。
それから、リズムを覚えてないと体に入りづらいので、ちょっと聞くけど、歌はリズムの中を覚えられそう。私はアスタニアを覚えてた。うん。明日には覚えてた。OK。全部覚えて、リズムも、多分全部合うように、あとこのイメージとかも全部合うように練習してくれます。はい。ちょっとちゃんと練習をして、明日の練習までに覚えてきます。私も明日の練習までに覚えて、明日の練習の中に写真のリズムです。はい。明日の練習までに覚えてくるって言ってくれました。きっと言えなかった人も同じ思いだと思います。で、明日の練習までっていうのは午前の練習、午後の練習。 OK。 みんな振り覚えを測るわけじゃないから、すごいゆっくりついていくから心配しないでね。右踏み、左足タッチで、マイクが上、こういうポーズ、こういうポーズ、白色の人ね。で、グリーンの人も右踏み、左足タッチで、左手に右手の OK。 そしてオレンジの人は左踏み、右足を横に流して、ほっぺの前ぐらい、左手に右をこう、はい、オレンジですね。ピンクの人、ピンクの人は正面、右踏み、左足前で、右の肩の上、右踏み左足流して、手上で、はい、手を下ろします。5、6、7、8、1。基本的にあの振り、あの曲に振りをつけていくんだけど、もう本当に歌詞を読んで、もうなんか一の気持ちが前面に入っているので、まあ本当に彼女たちがその曲に、楽曲に対してどれだけ気持ちを込めてあの合宿に取り組めるのかっていうのは、まずは今日の、あのレッスン初回を見て、再考していきたいなと思います。繕わずに全てをさらけ出して、今の自分を、全て出し切ってほしいと思います。そうすることで、新たなことをたくさん吸収できるので、そこに期待したいと思います。